はい、富士子です。誕生日大全より十二星座の特徴について朗読いたします。乙女座、分析好きで脳卒を師とする乙女座の人は仕事に対するしっかりとした倫理観を持っています。生活に規則を求め、何事にも秩序のあるやり方を好みます。また既存のやり方には飽き足らず、常に理想を求めて分析と改善を繰り返します。しかし不幸なことに、この完璧主義は周囲の人を批判する結果となり、反感を買うことになります。その一方で、人から自分の欠点を指摘されることは嫌いです。なぜなら自分の欠点をもよく自覚しており、一番の辛口批判家は自分自身だからです。控えめでおとなしい性格も、自らの欠点をきちんと認識しているからこそ、進んで人の役に立とうとする人が多いのも、それを通して自分の価値を確かめようとしているからなのです。彗星を支配とする乙女座の人は、知的ではっきりとした考えを持ち、物事の価値を見抜く目を持っています。乙女座の元素である土からも影響を受けているため、実質的な手腕に長け、優秀なまとめ役となり、また骨身を惜しまずに働き、細部にまで細やかな気配りをすることができます。倹約家で慎重なため、財布の紐が固い時もありますが、人助けを必要としている時には時間もお金も惜しみなく使います。しかし助ける相手にも努力を要求します。愚かさや品の悪さには手厳しい乙女座、混乱の中から本能的に秩序を作り出すことができる倫理的思考の持ち主です。どんな細かいことでも分析する乙女座は、時に同じことをくよくよ思い悩みがちなので注意が必要です。何事にも非常に高いものを求める乙女座の人は、より好みが激しいところがあります。清潔や栄養に関心を持ち、運動や健康的な生活スタイルの信奉者です。しかし皮肉なことに、時に精神的緊張から過度な不安に陥り、神経症気味になることがあります。これはおそらく仕事のプレッシャーが原因です。また義務感が強いため、自分の能力以上のことを引き受けがちなのも原因の一つかもしれません。しかし普通は優秀な社員である、乱雑さを嫌い、何事にも完璧を求め、効率的に仕事をこなします。頼りがいがあり、誠実で何事にも秩序を重んじる乙女座の人は、常に現実的で適切な援助の手を差し伸べてくれます。口に出して頼まなくても助けてくれるはずです。以上です。参考になりましたら幸いです。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた、バイナラー。